47歳の誕生日おめでとうございます。ゆっくりしましょう。今日はうめえ。検事調べの後のビールうめえな。最高。おいしい。おいしい。1歳年を取ったビール。すいません。トリュフとコンソメのスープ。わあ。美味しそう。何これ。いただきます。言うことなし。はい、お願いします。火事になった時に建材生と電話して、心配で辻元さん出てくれて、大丈夫ですよっつって。もう建造エステートファンです。もう大ファンです。カルフォルニア火事になったんです一回、それで畑燃えそうになって、建造さんのファンで、したら辻元さん電話出て、辻元さんという方がいいのかな、の社長、あと奥さんが夏子さん、なんでご存知なんですか。だから僕もワイン大好きなんで、で特に建造エステート大好きなんで、カルフォルニアワインみんな好きで、で心配で電話して。この社長さんとお知り合いってことですか。知り合いじゃないんだけど、一回あの世界のワイン店でお会いしたことはあって、それですごい好きで、いいワインなんですよ。本当にいいワイン、素晴らしいワインです。このワインは決められた店以外置けない、認定されないと置けないんだよ。でもいろんなとこだ、いろんなとこだから、そこは認定されない。だからいいとこばっかり行ってると建造エステがある。いい継ぎ方ですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。失礼します。ありがとうございます。ああいい匂い。やっぱいいワインはいいね。美味しすぎる。これ。肉がすき焼き風にお召し上がりいただくという、卵をつけてお召し上がりいただくんですけど、こちらのライスをサービスでつけれるんですね。いる？お肉で巻いてもらったり、残った卵で卵をかけにしたりできる。まだ全然大丈夫。大丈夫。はい。お二つつけて。はい。お願いします。オリーブ、黒と白。黒と白。わあ、すごい。イエーイ。俺が痛い部分。教えて。焼き加減何かお好みにございますか。レアめが苦手とか。レアめが好き。僕も、はい、大丈夫です。ありがとうございます。こちら、これ霜降りなので片面焼き色つけて、片面はもうレアで召し上がりいただきます。でもトリュフに合わせたカレーを使用してもらうので、これからじゃあ皮を剥いてるトリュフなんですけども、トリュフ皮を剥くことで口当たりが滑らかになりますので、スライスでお召し上がりいただく際は皮を剥いた方を使用してございます。卵を先ほどのユッケでも使用していました徳島県産の泡育ちという卵にして、お箸でも感じていただけるような濃厚な卵でございます。ちょっと食べな。お箸で卵を崩していただいて、お肉を卵に絡めて、すごっ、はい、
ありがとうございます。お肉はお肉で巻いていただいてもいいですし、最後に残ったこのタレと卵を上からかけて卵かけにしても美味しいと思いますので、ありがとうございます。健三ファンにはたまらない。あとメニューに載ってないんですけど、はい、紫のチョコレートなんすか。紫があるんですか。はい、チョコレートはございます。マジっすか。わかるよ。お値段はいつも愛と同じお値段で、まあフルボディなんだけど、もっと まろやかで、鼻にもう少し果実味がある鼻の時間あの俺が好きなだから俺が好きな、だからオーバスに近いだけど、2人で3本は無理でしょ。そうですね。メルロになっちゃうんで、今日から愛の方が、うん、で、先に愛がさせていただきます。次来たらそれで、うん、ぜひ俺ね、ASK のところ見たいんだよ。何があるか、はい、あのアスクって書いてある。ああ、そこに紫もそこの枠でして、はいはいはい、あのうちのお店にもあるソムリエがいまして、でそのソムリエの人がこうワインを管理して、はい、ピックアップしながらご用意してるので、あのアメリカのワイン多いですよね。アメリカのワイン多いですね。いや、僕も好きなんですよ、はい、僕もソムリエなんで。あ、そうでございますか。はい、はい、好きなんで。少々お待ちください。コルクじゃなくて抜けた。ああ、少々お待ちください。いいよ。皮付きの黒い方を上から削ってお召し上がりいただきます。少々お待ちください。このタレで柔らかいヒレの部分を、ね、こちら低温調理サツサンドで仕上げてございます。手前のソースたっぷりつけてお召し上がりくださいませ。Thank you.